立憲民主党、蓮舫。サーバーは増やすんじゃなくて、地雷はもうクラウドなんですよ。ガネットではない。内容はこちら。立憲民主党、蓮舫議員がクラウドについて語ったようです。では、蓮舫議員の発言を見てみましょう。立憲民主党、蓮舫。サーバーは増やすんじゃなくて、地雷はもうクラウドなんですよ。蓮舫議員のこの発言について、丸山穂高議員。蓮舫議員が、サーバーは増やすんじゃなくて、地雷はもうクラウドなんですよ、とか言ってるし。ほんと国会って、IT 系弱すぎるな。クラウドをサーバー以外のどこに置くの？笑い。給付金オンライン申請のシステム障害原因が、サーバー容量の問題で、政府はサバ増強すると。昨日衆院通過の補正予算を参院審議中。蓮舫さん、もしかしてクラウドイコール雲と思ってません？では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。クラウドサービスがサーバーから成り立っていることも知らないようです。まさか雲の上にあるとでも思っているのでしょうか。まさかね、くっこ笑い。横でうなずく塩村さん笑。もしかすると、そのまさかかもしれません。国会議員は、もっと IT について勉強すべきですよ。次はこちら。サーバーを増やさないと、クラウドも運営できないのですがね、くくくくく。意味わかって言っている？多分わかってないで発言してるから、ああなのだと思います。次はこちら。そのクラウドをどこに構築するんだよ、わらわらわら。クラウドって、インターネット上にあるサーバーですよ。立憲民主党の蓮舫は、こんな当たり前の知識しかなくて批判しているのですか。蓮舫議員、国民がちゃんと享受してくれていますよ。しっかり聞いて勉強してくださいね。最後はこちら。時代はサーバーじゃなくてクラウド、わらわら。名言いただきました、わらわら。 Google Earth 原口に続くクラウド蓮舫。無知識で発言するからこうやってあだ名がつけられるのです。蓮舫議員、これからの時代は IT 時代です。この先困難で大丈夫なんですか？結論、蓮舫議員を含め多くの国会議員がIT に対する知識があまりにも疎いように感じます。台湾の IT 大臣のような知識と才能のある若き国会議員はいないのですか？このままでは日本が後進国まっしぐらですよ。勘弁してください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。